救い主の主よ、どうぞ私たちをあなたが一番ご存知です、触れてください。癒しを必要としている魂にあなたは触れてください。傷んでいる関係に触れてください。私たちの混乱した思いにあなたが触れてください。キリストの平和によって私たちの心を収めてください。あなたにはそれがおできになります。私たちが心を開くときにあなたを歓迎します。イエス様のお名前によってお願いいたします。はい、お隣の何人かの方とですね、おはようございます、心を込めて挨拶したいです。今日はですね、前回ここに、礼拝に参加していただいたのがあれは2月の初めですね。であの時せっかく来てくださるんだったらメッセージしていただこうかなと思って朝急に電話したんです。びっくりされて言いましたけど、今日は準備されて、来ていただいていますので、簡単にご紹介しますと、ティーンチャレンジというデビッド・ウィルカーソン、牧師って皆さんご存知ですか。ニューヨークのギャングたちにですね、たぶん1960年代の初頭だったと思うんですけども、十字架と飛び出しナイフという証の本に書かれていますけども、たくさん の10代のギャングたちが救われていったんですね。その働きの中から、ティーンチャレンジという麻薬や薬物に依存した若者たち、救われた若者たちを更生させるための働きが始まってきました。でその働きの、日本での代表を務めて、いらっしゃるのが木崎先生なんですね。で、私のお紹介この辺までにして早速、木崎先生をお迎えしたいと思います。どうぞ拍手を待ってください。皆さんおはようございます。前回来た時7月のね暑い時だったんですけれども、そしたら来る直前に、幼稚先生からメールが、どうせならメッセージかですけど、10時も回ってるんですよね。それないだろうみたいな、と思って、今日まあ来たらですね、なんか礼拝始まる時に、あ、じゃあ賛美ちょっと入ってみたいな感じで、1分前ぐらいに言われてたんで、あ、まあまあそういう先生なんだなということで、まあ皆さんも了解されてるんだなと、こういうのありなんだこの教会はみたいな、はい、いやいいですね。本当に僕それね、すごく大切だと思っているんです。この聖霊様の導きに敏感になる。で、聖霊様の導きに敏感になるっていうことは、もちろん準備をしないっていうことじゃないんですけれども、その聖霊様が導かれた時にすぐ従える。聖霊様がこれだよって言われた時に、じゃあそれしますっていうプログラムとしてはこうなんだけど、準備してきたらこうなんだけど、聖霊様がこういうふうに導かれるんだったら、じゃあこうしますってさっとできるって、ものすごく大切なことだと思ってるんです。私はイギリスでクリスチャンになって、6年ぐらいおりまして、でフィリピンでまた3年ぐらいいて、3つと日本でそれからずっと帰ってきてるんですけど、まあ、全部島国でね、3つの大陸とか言うとかっこいいんですけど、私島国しか住んだことないんですよね。大陸住んだことないんです。3つの島国にいて、でも、イギリスのフィリピンも日本よりは、まあ、キリスト教が盛んというか、クリスチャンがたくさん救われているというか、教会が多いというかね、そういう場所なんです。で当然日本に帰ってきてもう二十何年になって、もうその間ずっと、どうしたら日本でもっと人が救われるんだろうと、どうしたら教会が成長するんだろうと、もう夜も昼も考えてるわけですよ、ね、皆さんもそうでしょ。アーメン。皆さんもう夜も昼も考えてもう疲れ果ててるんだと思うんですけど、私の場合はいわゆる文化的な比較ができるわけですよね。
キリシュクラ坂の国に住んでいて、そこで救われて、うちの家内フィリピン人で、牧師もしておりましたから、でその中で、まあ、いくつかあるんですけれども、そのうちの一つはやはり日本人って真面目なので、ね、このね、準備をしっかりするプログラム通りにやるのが好きなので、そこはちょっとやっぱりキリシュクラ坂の国と違うかなって感じるんですね。私が例えばいたイギリスの教会なんかだと、賛美って当然前日に練習をして、あのちゃんと紙に書いて、牧師にも渡してはいるんですけれども、賛美リーダーがその時あの全然曲変えて構わないんです。全然構わないです。賛美何時に終わるっていうのも決まってないんで、あの一回ずっと賛美だけで終わっちゃった日曜日とかあって、で別にそれで牧師はそのなんで俺のメッセージさせないんだよ、そういう感じにならないんですよ。一部からなんならいいじゃないかっていう。で私が教会で初めてした奉仕っていうのが、この、その頃まだ OHP という機械が存在していてですね、あのこのビニールシートみたいなのにこう字が書いてあって、それをこの光が当てるところにやると、ありがとうございます、そのプロジェクターでこう照らし出すっていう、でその賛美が始まるとそれをさっと出してさっと置くっていうのが私の最初の方針だったんですけど、誰も私にその今日の賛美が何とか紙渡してくれないので、前奏が始まったらその前奏これの曲だペッとかいうあのこれが私のその最初に磨いた教会で磨いたスキルだったんですよね。でこうなんか古い賛美になったりすると何かもバージョンがあったりして、こう音楽似てるんだけどこう歌詞が違ったりして、ダッて出したら賛美だと「違う!」みたいなやり替えたりとかして、楽しい思い出ですね。あのフィリピンの教会になったりするともっとそれがすごくって、もうあのもう始まる時間もアバウトだし、終わる時間も決まってないし、なんかみんな証をしたがるんですよ。礼拝の中に必ず「じゃあ今週の証」とか言ったら、みんな「はいはいはい」とか手を挙げて証が始まって、ある集会で私たちがゲスト講師として招かれてる集会で、7時半に始まるはずなんで8時過ぎぐらいに集会が始まって、でなんか9時過ぎぐらいまで賛美が続いてて、それからみんなが証をどん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 して、もう11時回ってまだ証が終わんないんですよ。でもフィリピンの人歌が好きだから、証したら必ずでは1曲みたいな感じで証の時歌って、もうなんかこれ何なんだろうみたいな、もう僕ら講師ってチームで行ってたんですけど、チームのメンバーが疲れ果てて、もう12時回っても寝に帰っちゃって、それからメッセージしてくれて、僕しか残ってなくて、いや僕メッセージするつもりじゃなかったんですけど、もう疲れ果ててるし、みんなの疲れてるし、何を言えと言うんだみたいな、めちゃくちゃなんですけど、どうむっちゃ人救われてます。ものすごい勢いで人救われてますね。フィリピンに行ったことある方だったらご存知だと思いますけど、はい、あの凄まじい勢いで人が救われてるんですよね。それなぜかっていうと、確かにちょっとめちゃくちゃなところがあるとは思うんですけど、その、プログラム通りにっていう、あのその今吉先生がその聖霊様の働きのために時間を取られた、そういう時間を取ってる教会どんどん少なくなってる気がするんですね。あのすごい憂います。その私たちが自分たち その礼拝会というプログラムをこのやることでですね、あの聖霊様が自由に働く時間が逆になくなっちゃってたりとか、終わる時間が決まってて、聖霊様あと3分しかないんでよろしくお願いしますみたいな言いませんよ。でも心の中では聖霊様働いてください、でもあんまりだけ早くはいいんだけどな、だって今日お昼早く食べてその後の午後のプログラム、ね、それやっぱり失礼なんですよ聖霊様に。働いてご自由にしてくださいって言ったら、ご自由っていうのはご自由なんで、うん、ね、制限つけたら自由じゃないじゃないですか、その視点で。あの そういうところすごく私は最初この教会に、この間7月に初めてご来させていただいて、聖霊様の働きを感じたんです。聖霊様の流れを感じたんです。あの皆さん その賛美、そしてその賛美している皆さんの様子、この礼拝の雰囲気、あ素晴らしい教会だなって感じたんです。今日もすごく感動しました。ヨージ先生がなんか久しぶりに導いてくださったとか言って、それだけなんか目新しいみたいなんですけど僕はどっちみち初めてなんでね、あの本当にその聖霊様に導かれた賛美、ご一緒にそれを神様礼拝できる、すごい特権だと思います。あの、まあ、もう皆さんも多分気づかれてると思いますけど、日本中 その全部の教会はこういう感じではない。あのそこでもう本当にその聖霊様の流れがあって、それをみんなが自由に感じて、それに応答できていうことじゃない教会も多いんです。あのイギリスビルに比べて そういう教会が多いで、それがもしかすると日本で伝道が進まない、教会が成長しない理由の一つかもしれないと私は思ってます。私は自分がその教会を導くときはできる限り、その聖霊様が自由に働ける形を目指したいなって思ってます。皆さんもそうだと思いますけど。
はい、で実は今日メッセージを準備はしてきたんです。メッセージ準備してきて、パワーポイントも作って、2つぐらいあるんですけど、実はなんですけど、いろいろ皆さんのその前回のことを思い出しながらとか、今回まだその直前にあったことなんかを考えて思っていたら、次々とこう違う方に導かれてですね、今日今からシェアする内容になったんです。現在進行形です。駅にちょっと早く着いちゃったんで、駅でもすぐからお祈りをしていました。で、なのでちょっとなんていうんですかね、こうまとまってない部分があったりとか、皆さん驚かれる部分とかあるかもしれないんですけど、まあここなら大丈夫だろうな高くてるわけじゃないんですけど、メッセージに入る前にちょっとだけそれを皆さんに、なぜこういうことになったかっていうのを説明します。もちろん今ティーンチャレンジ、これからティーンチャレンジの説明も少しさせていただきたいし、それから、ティーンチャレンジでどんなことを私たちがこうしているかっていうのもメッセージとして話し分かち合いたいと思ってます。 で、でもその中で、この私たちクリスチャンがどのようにこの信仰というものを持っていくかっていうこと、すごくちょっと、まあ、神様から今チャレンジ受けてるんですね。メッセージなんか説明しますけれど、私たちの信仰姿勢というものに、でそれをまあ皆さんと分かち合いたい、皆さんにとってもチャレンジになるかなと思います。もしかしたらちょっときついチャレンジに感じられる方がいるかもしれません。私どうしても声が大きかったりとか、言い方がちょっときつかったりするんですね。でそれはなぜかというと、私はその薬物依存とかアルコール依存とか、こう人の言うことを一回では絶対聞かない人たちとずっと一緒に生活をしているので、だんだん声が大きくなり、だんだん言い方がきつくなりみたいな、職業病みたいなもんです。チェーンソーとか使ってる人って、ね、だんだん声が大きくなって荒っぽくなってくるんですよね。そういう部分危ないんで、怒鳴るしかないじゃないですか。危ないみたいな、そうなるんですよ。霊的にそういう仕事をしてるもんですから、そうなるんですよ。別に皆さんのこと嫌いだとか怒ってるとか、そういうのじゃないんで、それだけはちょっと分かっていただきたいので、よろしいですか。ちょっと声大きくなって、ちょっと言い方きつくなったりしますけど、それは全然皆さんのこと愛してますよ。本当ですよ、はい。御言葉をお読みしますね。マタイの福音書の7章の21節ですね。はい、マタイの福音書、新約聖書の一番最初ですね。マタイの福音書の7章の、イエスさんの有名な三条の水訓と言われたんで有名なやつですね。それの、21節22節、23節までじゃあお読みしましょうか。マタイの福音書の7章の21、22、23ですね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日に大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なす者とも私から離れていけ。愛するイエス様、あなたの皆を崇めます。神様、あなたがこのグレイスハウスを建ててくださって本当にありがとうございます。堀井洋二先生を建ててくださって、また奥様ご家族を建ててくださって本当にありがとうございます。ここに集められているお一人お一人、あなたの民です。あなたが集めてくださった、あなたの教会です。ありがとうございます。今日ここに私もこの礼拝に加えていただいて、またそこで分かち合えることを本当に光栄です。ありがとうございます。神様、あなたが今、私に教えてくださっていること、示してくださっていることを皆さんと分かち合いたいと思います。神様、その本当にその適切な分かち合い方をあなたが教えてくださいますように、血を与えてくださいますように。また神様、それを聞かれるお一人お一人がその真意を、あなたが何を考えておられるか、あなたが何を感じておられるかをその霊でキャッチすることができるように、聖霊様、どうぞ一人一人を助けてください。愛する霊様の皆によってお祈りいたします。アメン、アメン。もう一つ、私はすっごい汗っかきなんで汗をかきかき喋りますけど、気にせずに、はい、聞いててください。まずですね、ティーンチャレンジ、そのティーンチャレンジが何なのか、ヨジ先生少しね、前回も少し語ってくださったんですけど、アメリカに1958年アメリカに、デビッド・ウィルカソンという牧師がいました。
アッセンブリーの教団の牧師なんですけど、5代目牧師、だからお父さんもおじいちゃんもひいじいさんもひいひいじいさんも牧師っていうのはあのエリート、サラブレッドですよね、もう18ぐらいですぐさま聖書学校に行って、20代の前半でもうすでに牧会を始めていたわけなんですけれども、ある時ですね、その自分の信仰生活これでいいのかなっていう、なんかそういうチャレンジを受けたんですよ。その牧師やってて、まあなんていうんですかね、まあそれなりに人もまあいる小さい村町の教会、 山の中にある町の教会なんですけど、まあアメリカですからね、それなりに人が集まってくると、で普通に日曜日メッセージして、水曜日祈祷会にメッセージしてっていう感じでやってるんだけど、なんかその物足りないというか、これでいいのかっていうものをその感じる、何かわからないんですよ、でも感じるんです。で、その夜毎晩その何の気なしにこうテレビを見ていたらしいんですね。2時間ぐらいぼーっとこう、まあ仕事に疲れてこう何の気なしにテレビ見てると。である時に聖霊様からチャレンジを受けて、この2時間夜テレビ見てる2時間をやめてお祈りを始めたらどうなるんだろうっていう、なんか思いですね、なんかこうそんな感じがすると。その時はまだだから上川先生もそれが神様が語ってるとか明確な導きとかじゃないんですよ。ただなんかこう漠然と、俺のクリスチャンライフこれでいいのかな、俺の牧師人生このままこんな感じでいくのかなと、俺に一日毎日夜テレビ2時間ぐらいなんかぼーっと見てる、こんなんでいいの、この時間祈ったらなんかあんのかなって言って、1958年の2月の9日にお祈りを始めるんです。ですからティーンチャレンジ、今世界中のティーンチャレンジが2月の9日をお祈りデーに定めて、そこから祈ってるんですよね。で、そのお祈りを始めてテレビ見る時間代わりに祈ろうと祈り始めて、19日後にふとこの部屋に、家の中にこの雑誌があった、タイムっていう有名な、ライフかな、あの雑誌なんです、アメリカでね、あのニュースウィークとかああいう有名なマガジンなんですけど、そこにこの、7人の少年がこう裁判にかけられてるっていう記事が載ってたわけですね。で何の気なしにふっと読んだら、その要はそのアメリカニューヨークのそのギャング、少年ギャングたちがその体に障害を持ってる子を公園で、真っ昼間に公園で見つけて、このいじめてリンチして殺してしまったっていう、今のアメリカだったら多分ニュースにならないぐらいの、残念ですけどね、ニュースにならないようなことなんですけど、さすがに1958年のアメリカだと、アメリカどうなっちゃうんだ、ニューヨーク何が起こってんだっていうことで、まあ、全国的なニュースになったわけですね、その彼らがの裁判で。でそれを読んでる時に、この神様からまた語りかけを受けるんですよ、聖霊様から。その彼らに福音を伝えに来なさい、イエス様に伝えに来なさい。でいや600キロぐらい離れてるんですけどみたいな、ニューヨーク生まれてから一度も行ったことないんですけどっていう、どうしましょうみたいな、だけどなんかその思いが来る、この少年たちに何かイエス様の愛を伝えなきゃ、方法わかんないんですよ、ニューヨークにどう行ったらいいかも知らないんですよ。でも仕方がないので祈祷会で、この集まった自分の会衆にですね、どうなんか神様がこういうことを示してるような気がするので、ニューヨークに行かせてくださいと。でだけどちょっと行くガソリン代がないので皆さんにカンパをお願いしますということで、ガソリン代を出してもらって、でニューヨークまで行くんです。でニューヨークまで行って、この裁判で、裁判所に行って彼らの裁判を受けてる時に、その彼らに話しかけようとするんですけど、それを裁判の妨害、審議妨害ということで警察につまみ出されちゃうんです。でそこを新聞記者たちに写真に撮られて全国ニュースに載っちゃうんですよ。いやいや本当にその死の時の新聞記事ってまだ残ってるんです。ティーンチャレンジ残ってます。キチガイ牧師裁判所に乱入みたいな題つけられて、でも大騒ぎになっちゃって、アメリカのアッセンブリーでもこの牧師を除名しようかって話になったんですよ。こんなことをしてそのアッセンブリーの顔に泥を塗った以上みたいな、でまあでも5代目牧師なんで、まあその先祖に免じてみたいな、あの除名にならなかったんですけど、それぐらい大変なことになった。もうウェルカソン先生も泣きながら家に帰ったって、もう家に閉じこもって、もうとてもそんな日曜日メッセージできない、教会に合わす顔がないっていう。でもその家に閉じこもって、もうどうしよう、そのアメリカ、あのニューヨークまで600キロもね運転して、そのガソリン代もみんなからもらったのに、教会に恥をかかせるようなこと、神様に恥かかせるようなことして、結局何にも得ることがなくて、どうしようって祈ってたら、ニューヨークへ行けってまた声が聞こえるんですよ。神様しつこいですからね。それでいやもうそうなの、絶対嫌ですって言うんですけど、またこのなんか神様が言ってるような気がするって言って、仕方なく水曜日にもう針のむしろに座るような感じですよね。でもみんなの前でガソリン代、薬
くださいで、キャポ会の人がまたそれあげるんですよ。すごくないですか。多分皆さんもそういう感じだと思いますね。幼児先生が、あ、まあいいや、この話を、で、もう一回ニューヨークに行ったら、で、もうその裁判所にももう行けないし、警察署に行ってももう門前払いですし、どうしようもないからぐる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 その辺を回ってて、もう仕方ないからその車降りてその辺ブラブラブラって祈ってたら、おいこらとか言って声かけられて、で、その声かけた子たちがそのギャングなんですよね。で、そのお前デビッドだろって言われて、なんで俺の名前知ってるんだとか言って、もう新聞に載ってただろとか言われて、お前警察になんか迷惑かけて、なんか警察つまみ出されたそうだなと、やったーみたいな、あの敵の敵は友ですから、あのお前はいいやつだって言って仲間に入れてくれて、そこからこのギャングたちにイエス様が語るっていうミニストリーが始まるんですよ。十字架と飛び出しナイフって、あの今絶版になってるんですけど、アマゾンとかであの検索したら時々出てますから、ね、ぜひそういう時にがっつり買い占めておいてくださいね。あの本当あの貴重なんです。あの何度か出版社にあの再版を掛け合ってるんですけどね、なかなか、はい、日本ではあの難しいんですよね、はい。でその少年たち少女たちギャングたちにこうイエス様の愛を語ってたら、みんなその無条件で愛されるとか聞いたことがないの、罪を許してもらえるとかって想像もしたことがないので、あ、だったら俺信じますって言って、あの、まあ、それまでも少し時間かかるいろいろな奇跡的なこと起こるんですけど、次々信じていくんですよ。信じていくんですけれども、その彼らをそのクリスチャンとして育てていこうとすると、教会として牧会していこうとすると、なんかうまくいかないで、なんでうまくいかないんだろうって調べてみたら、その彼らが麻薬やアルコールに依存していて、でこの依存症っていうのをただ単純にイエス様信じますって言ったら、こうパッと依存から解放されて新しい人生新しい命いきますって言ったら、その新しい命がピッてスタートする、そういうもんじゃないんだなと。神学的にはそうなんですけれども、実際にはちょっと そういうふうにはいかないということに、まあ、ゆりか先生気づくわけです。でこれ何とかしなきゃいけない、神学的にはそうだけど実際にはうまくいかないですよねでは済まされないので、これ何とかしなきゃいけないって言って始めたのがこのティーンチャレンジという働きなんですね。要はこの少年少女ギャングたちでイエス様信じたい、もう麻薬やアルコールやめたいって言った人たちを1年間預かって、大きい家でこうクリスチャンのスタッフと共同生活をして、賛美お祈り御言葉、賛美お祈り御言葉、賛美お祈り御言葉っていうあのだけでこの彼らが、解放されて、そして、クリスチャンキリストの弟子となって新しい人生を生きていくっていう。で最初はそんなの誰も信じなかったんですよ。そんなことができるわけがない。1950年代60年代前半のアメリカっていうのは、お医者さんたちがその薬物依存は治りません。ヘロイン、一度ヘロイン依存になったらもう廃人になる、絶対廃人になるし二度と復活できませんってお医者さんたちが言っていて、残念ながらキリスト教会がそれを信じてたんです。だってお医者さんが言うんだもん、ヘロイン依存はもう絶対あのやり直せないって言ってるじゃないですかお医者さんがっていう。だから最初ゆりか先生がこの働き始めた時はアッセンブリーとかアメリカの教会ですら、もうあのバカのウィルカソンが薬中とか教会に連れ込んで何やってんだっていう、そんな雰囲気だったんですよ。その彼らがその救われたりとか、あ、クリスチャンとしてこうちゃんとやっていけるとか想像できなかった。クリスチャンですよ、信じてなかったんですクリスチャンはね。でもうそれをやっていたら、その愚直なプログラムですね、賛美の御言葉、賛美の御言葉、賛美の御言葉、そのバカな一つ覚えみたいにやってたら、本当にみんなが変えられていく、本当にみんなが新しく生まれ変わっていくっていうことになって、アメリカ全土に広がって、今アメリカだけで多分200ぐらいのこのセンターがあります。それが世界に今度広がって、今世界120カ国ぐらいで1400のセンターを運営してます。男性のセンター、女性のセンター、男の子のセンター、女の子のセンター。あのアメリカなんかに行くと、その薬物依存になったお母さんがその赤ちゃんを連れて入れるセンターとかあるんです。そこで赤ちゃんを育てられるっていう、それに特化したセンターとかってあるぐらいなんです。もうあのアメリカなんかだともう本当にあらゆる人が依存してますから、そのもうあらゆる依存の状態に対応できる、イエス様信じたらやり直せるんだよっていうことを具体的に、その机上の空論とか神学的にはじゃなくって、具体的にそれができるようにしようっていう、それが、まあ、ティーンチャレンジというミニストリーなんですね。そこが多分私たちの特色、信仰的にはそうだ、神学的にはそうなんだけど、実際なかなか難しいよねっていう話を、いや具体的にそれ実現しましょうよ、この地上で目の前でみたいな、
はい、ですのであのイギリス1980年代のヨーロッパなんかではエイズ患者に対してのミニストリーのすごくやってました。アフリカのティーンチャレンジっていうのはあの戦争孤児ですねとかエイズ孤児、そういう子どもたちを、ケアするっていう働きを、たくさんやってます。あの最初は、ティーンに対する薬物アルコール依存をなんとかしようって話だったんですけど、あのティーンチャレンジのスピリットっていうも の, あの十字架飛び出しナイフっていうのを読んでいただけたらそのウィルカソン先生のスピリットっていうのが分かると思います。それがティーンチャレンジのスピリットとしてこう世界中に受け継がれている。でそれは何かっていうと今言ったその一番世界中でどうしようもなくなっている人たちを神様の力を借りて何とかしようじゃありませんかと、ね、具体的に、しましょうって そういうミニストリーです。だからあの全然あの日本ではギャンブル依存を扱ってます。多分ギャンブル依存を扱っているティーンチャレンジって世界でうちだけだと思います、日本ではそのヘロイン中毒者って あんまりいないんですよね。でもギャンブル依存症者ってねそこから順に皆さん教会来るときにみんな並んでましたでしょはいはい、あの日本は多分ギャンブル依存症の方が多い、ね、それの上でカジノを作ろうとかいう話になってるのも本当わけわかんないんですけど、そうなんですよ。で、そのアメリカでこのティーンチャレンジが有名になったときに、それをまあ信じない人たちもいたわけです。まず教会がその最初信じてなかったわけですけど、まあ、教会が信じるようになってよしじゃ あのアメリカ中にセンター作ろうってどんどん増えていきました。でもそうするとアメリカの場合、まあ、そうじゃない依存症回復施設とかもいろいろありますから、まあ、ちょっとこう妬まれるというか比較されるというか、でその中である大学の教授がですねこのティーンチャレンジに目をつけるわけですね、クリスチャンじゃない女性の教授なんですけれども、このティーンチャレンジというのはなんか怪しいと、これどうも宗教洗脳じゃないだろうかと、ね、薬物依存を癒してるということを言ってるけど要はその宗教気違いにしてあの治ってるように見せかけてるだけじゃないだろうかと、ね、その構成率高すぎると、一般 あの病院アルコール病棟なんかだと大体日本だと 5% から 10% 治ったらいい方なんですよね、はい、あの3ヶ月間病院に隔離しておいてその3ヶ月間飲まないでいたら OK 治ったっていうパーセンテージが5%から 10% とかっていう、そんな低いのっていう、でも本当そのぐらいなんです実際日本では。ところがその教授がですね、そのティーンチャレンジに目をつけてですから政府からちゃんと助成金をもらって私はこのティーンチャレンジという団体を研究しますと、ね、嘘を暴いてやりますとこの宗教洗脳のこのからくりを暴きますっていうことで5年間かけてアメリカのティーンチャレンジを研究するんです。そのティーンチャレンジがプログラムで何をやってるんだと、でその卒業した人たちはどういう生活してるんだと、卒業して1年後2年後3年後4年後どうしてる、何をしてる、麻薬やってるのかやってないのか、お酒飲んでるのか飲んでないのか、アル中なのか、全部そのずっとチェック5年間かけて、チェックするんです。でそしたらその結果がティーンチャレンジの卒業生は卒業して5年後も 86% の人たちが麻薬もアルコールもタバコも一切やってないっていうことが分かって、もうこの教授こうどうしていいか分かんなくなるんですよね。最初はこれは宗教洗脳だからあの絶対うまくいかないと、なんかからくりがあるに違いないと、嘘だろうとごまかしだろうとあの水増ししてんじゃないのってやってたんですけど、どんなにチェックしてもそのもう他の一般に比べてものすごいいい構成率、信じられない、 こんな構成率持ってる団体世界中でないんです。で結局彼女はそれを認めざるを得なくて自分のその論文にですね、このティーンチャレンジの成功の秘訣は彼らがジーザスと呼んでるこれが理由に違いないって書くんです。ジーザスファクターっていう本になってます。私も読んだことあります、古い本ですけど、ジーザスファクター、まあ、日本語に訳したらあの秘訣はイエス様みたいな、それ以外に 他の その一般の施設とかいろんなところと比べたりプログラム心理感染に比べても何が違う、まあ、何が違うって言うとやっぱこの彼らがジーザスと呼んでるこれでしょって、これ以外にはちょっと思いつかないですっていう。でクリスチャンの私たちがそれ聞くと、しゃあ黙れよ、あの良い子のクリスチャンがこういう言葉を使っちゃいけませんね、あのハレルヤーしに行こうって思うじゃないですかね、なんですけど、でもね そこまで単純でも実はないんです。なぜかっていうと、アメリカでは多くの人たちが、ね、多くの薬物依存症者たちが自分はクリスチャンだと思ってるんですよね。アメリカでは今でも 60% の人たちが自分はクリスチャンだって言うんですよ、自称クリスチャン。それであの犯罪率ないやろうとか思うんですけど、はい、みんなクリスチャン
チャンと思ってるんです。アメリカに生まれたからクリスチャン、白人に生まれたからクリスチャン、幼児洗礼受けたからクリスチャン、あのご飯食べる前にお祈りしたことあるからクリスチャン、寝る前にお祈りしてたからクリスチャン、みんながもう自分はクリスチャンだと思い込んでるわけですよね。ですからティーンチャレンジに来た時にやる最初のテキストがそのクリスチャンになるということって言って、そのクリスチャンって何なんだっていうテキストがあるんです。アメリカで作られたテキストで、あのジーザスファクター、確かにイエス様は信じる、そのイエス様がその秘訣なんですけれども、はい、そのイエス様は信じていいっていうもんじゃないわけですよ。みんなとりあえずイエス様は信じてるんですよ、はい、あなたイエス様は信じてますかって言ったら 60%、6割でアメリカ人がはい信じてますって言うんですよ。言うんですけど、はい、あの犯罪率、あの薬物依存率なわけです。だからそれちょっとなんかおかしいじゃないですか、明らかに。なので、そこからちょっと今本題にこう入っていくわけですよね。今日12時ぐらいに終わるんですよね、確かね。はいはい、大丈夫ですね。はい、あのいや、あのガーって語ってその加瀬さんが導かれたら少しお祈りする時間持ったりもできるかなってこともちらっと思うので、はい、あの心の準備をして、はい、シートベルトしっかり締めておいてくださいね、振りを伝えないように。あのそう、イエス様信じる、イエス様が秘訣なんです。ティーンチャレンジプログラムの秘訣はイエス様ですね。キリスト教の秘訣はイエス様です。でもそのイエス様でそれで終わらせてはいけないっていうことなんですよね。イエス様秘訣だで終わらせてはいけない。イエス様信じるっていうことがどういうことか、イエス様信じるっていうよりもイエス様を何をどう信じるんだっていう、そこなんですよね。聖書にも書いてありますよね、あの悪サタンだってそのね、神様のことがいるっていうことぐらいは信じてるよっていう、あのイエス様が存在した実在のお方で2000年前に十字架にかかったっていう、そこまでだったらあのノンクリスチャンの方もね、信じてるわけ、社会の教科書に載ってますよ、歴史の教科書になりましたよね、はい、イエス・キリストには書いてあるんですよ。それぐらいだったらみんな知ってるわけです、はい。だから僕たちがただイエス・キリストが存在してるとか十字架にかかったとか、あそれただそれを信じてるってだけだったら別に他とあまり変わりがない、クリスチャンである理由にならないわけなんです。で、日本でティーンチャレンジを始めて、もう十数年が経ちました。で、多分半分ぐらいの人たちがティーンチャレンジの生徒として来た人たちの半分ぐらいの人たちが自称クリスチャン、教会クリスチャンホーム出身、教会関係者なんです。今ちょっと静かになりましたよね、はい、あの私も衝撃を受けました。最初始めた時はあの日本の薬物依存やアルコール依存たちを導いて、その人たちを救いに導いて、イエス様のキリスト、イエスキリストの弟子にして日本にリバイバル、おーみたいな、はい、そんな感じで始めたんですよ。そしたら来る人来る人、あの洗礼受けてますみたいな、はい、聖書読んだことあります、お祈りしてます、クリスチャンホーム出身です、あの教会の先生から紹介されてきました、もうおいおいみたいなあのいや本当に衝撃でした。一時期僕たちは何をやってるんだろうって神様に聞き直したことがあります。私たちこれ伝道になってないんですけどっていう、もうすでにイエス様を信じて洗礼を受けたっていう人たちしか相手にしてないんですけど、神様僕たち全然日本人に伝道できてないです、言ったことがあるぐらいです。で、今もこの1年近くも、私たちが生徒として受け入れている人たちの過半数が、教会関係者です。で今回、私は金曜日に、千葉の幼稚園、キリスト教系の幼稚園の保護者会でお話をしてくださいってお願いされたので、まあそれがまあメインの理由で来たわけなんですけれども、まあ、こういうふうにして関東に来るときはできるだけこの相談、以前から相談を受けている人とかとこう会うように、生徒として来たいっていう人たちを面接するようにっていうことをここはするわけですね。ですから、木曜日に来て、面談、木曜日に面談が一つ、金曜日に一つ、土曜日に一つ、二つ、合計4つのそういう面談相談を受けたんですけど、全員クリスチャンホーム出身です、教会行ってます、依存症です。
でやっぱりそういうことがあるといろいろ考えさせられるわけですね、はい、あの こちらこの今回来る前に私メッセージ準備するってかなり前からメッセージを準備する派なんです。何ヶ月とか何週間前からメッセージ準備するいろいろ考えてはいたんですけれども、やっぱりいろんなことが起こってくる中で、神様今あなたは何を語っておられるんでしょうか、何をこのベイサースの皆さんと分かち合ったらいいんでしょうかっていう中で、今そうこういうところにこう導かれてきているわけなんですね。私たちがこのイエス様を信じるっていうこと、それってどういうことなんだって、私たちクリスチャンであることってどういうことなんだっていう、そのことをやっぱり皆さんと一緒にもう一回ちょっと、掘り下げたい、ね、よろしいですか。なんかだんだん静かになってきてますよ。あの最初の元気はどこにあるの。皆さん真剣になってくださってるんですね。分かってますよ、分かってますよ。ティーンチャレンジに来られる人たちの、そのクリスチャンホーム出身の人たち、がやっぱ誤解していることがあるわけですよね。当然その、いわゆるあの皆さんのようなクリスチャンとやっぱ違うわけです。あの依存症になってしまったっていうことは何か全然何か別に理由があるわけですよね。でもちろんその中で私が今から分かっちゃうこと、皆さんの中でもしかしたらあそれ自分も当てはまる、私は依存症じゃないけどそれ当てはまるという方がいらっしゃるかもしれない、ね、それはそれで神様語りかけてくださったと思います。で、それをちょっと2つほど分かっちゃいたいと思います。1つはそういうふうにしてクリスチャン、小さい時から教会行ってます、聖書読んでます、お祈りしてます、教会通ってました、洗礼受けました、でも今依存症ですっていう人の多くがイエス様を信じるクリスチャンになるっていうことは死んだら天国に行けることだって思ってるんです。あ、皆さん不思議そうな顔してますね。あの皆さんも行かれる予定だとは思うんですけれどあの向こうでお会いしましょうみたいな、はい、あのいいんですよ、行って行ってくださって全然いいんですけど、あの、決めるの僕じゃないですけどね、あの、多くの方がイエス様を信じるクリスチャンになるっていうことは死んだら天国に行けることだっていうふうに思ってるんですね、漠然と、はい、あの そこに至るまでのプロセスがなんかよくもうボワッとしてるんですけど、死んだら天国、クリスチャンだったら死んだら天国行けるんでしょうっていう、そういう考え方をしてるんですね。で、皆さんもちょっとそういうマインドにちょっと自分を落とし込んで考えてみてほしいんですけれども、死んだら天国に、イエス様を信じてたら天国に行ける、死んだら天国に行けるっていうことは、その論理で考えると今はできるだけ好きなように生きて人生を楽しんで、ね、好き勝手やって、でも死ぬ最後の瞬間、イエス様ごめんなさいって言えばまあセーフみたいな感じでこうね、リプレイ検証とかあったら怖いですけどね、あの最後の一言が聞こえなかったみたいなやばいですけど、言えれば天国に行けるということに神学的になるわけですよね、ですよ ね。であのルカの福音書なんかいましたよね、強盗なんかね、なんか死ぬ直前にイエス様は僕のことを思い出してくださいとなんかブツブツ言ったらなんかイエス様はウッケーグーみたいな、うわーみたいな、あれありなんだっていう、でもみんなの心の中で、いやでもなんかそれおかしいよねと、神学的にはそうかもしれないけど、いやそれなんか違うよねって思いません？思いません？思ってますよね皆さんね、はいはい、あの反応してくださいしてください、僕もその方が話しやすいで怒ったりしませんから、いきなり指さしたりしませんから、安心して反応してください、ね、そうなんですよ、神学的にはそうかもしれない、死ぬ直前にやばいさいって言えば天国滑り込み生徒になるのかもしれないんだけど、なんかそれってクリスチャンとしておかしいよなって感じるじゃないですか、はい、なので、はい、アーメン、はい、なので僕たちそれを掘り下げるわけですよ。これって本当に神学的に正しいのかどうなのか言った時に、私もそうなんですけれども、あ、私はそのだから私はクリスチャンのバックグラウンドゼロでクリスチャンになったわけです、17歳までキリスト教に触れることがなくってイギリス行ってキリスト教に触れて、まあ、クリスチャンになったわけなんですけど、私たちの多くが天国っていうものをなんかボワーっとしたなんかこうよくわからないものとして捉えてるんですよ。具体的になんかよくわかんない、私の天国のイメージはクリスチャンになった時ですよ、クリスチャンのイメージは天使がおむつを履いて金の盾ごとを奏でてると思います。見たことありません漫画で。私キリスト教のバックグラウンドゼロだったんで、漫画以外にその天国のイメージなんか分かんないじゃないですか。だから人のイエス様信じたらこれで君も天国行けるね、あおめでとうとか言われて、俺おむつ履いてこのこれするんだみたいな、永遠みたいな、かなりこれ長いぞみたいな、なんかちょっと寒いし何の曲聴くんだろうみたいな、もう焦るじゃないですか。あ、皆さんそういうこと考えたことないですか。僕ね、いろんなことを真面目に考えちゃうんですよ。素朴な疑問を持ってそれを掘り下げてしまう性質なんです。
僕は一体天国に行って何をするんだろうっていう、なんですよ。で、天国行けるのは嬉しいことなんですけど、天国って皆さん何する予定ですか？ね、おむつを履いて金の盾ごと奏でるんですよ、ね、永遠は長いですよかなり長いですよ、永遠は終わりないですからね。どうされる、皆さん行かれるご予定じゃないですか、ね、旅行に行くとき予定立てますよね。あれを見てこれを見てこれをしてあれを食べてとかってね、天国に行かれるんでかなり長期滞在になる予定ですから、いろいろ準備された方がいいと思うんですよ、ね、でやっぱ行ってショックじゃないですか、思ったのと違ったりして、それが永遠に続くとか言われたら、ね、でその考えたりして、天国って何なんだ、天国ってこう雲の上にあるんだと思ってたんですよ。そしたら月ロケットができて人間が月まで行ったんですけど、やっぱり天国なかったじゃないですか。であれでね、まあ、その天国はなかったなんていう人がいるわけですけれども、まあそうじゃないですよね。私知ってますよ、別に雲の上にあるわけじゃないんだと。で雲の上にあるわけじゃないし、天使がおむつ履いて月金の盾ごと叶えてるわけでもないんだとしたら、じゃあ天国って どこにあって誰がどうやって行くんですかっていうことなんですよ。でそれを僕たちが聖書を読んでその考えていくと、掘り下げていくと、真剣にガチでやっていくと、はい、天国ってその僕たちが思っているようなどっかの場所で、そこにそのなんか洗礼を受けたら、教会員になったら、出席表にこう9割以上丸がついていたら、こう入場券が得られる、そういうものではなさそうなんですよね。でもどうも依存症になる人たちはなんかそういう考え方、天国ってなんかこう洗礼を受けたりとか、教会に行ってたりとか、奉仕をしてたり献金をしてたりしたら、なんかこう行ける、死んだ時行ける場所みたいな。でもそうじゃないんですよ。私たちが聖書を読んでいくと、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父を御心を行うものが入るのです。そう、神の御心って何なんだって考えていってたら、イエス様を愛している魂、ね、イエス様を愛している魂、イエス様と一緒にいたい、ラブジーズ、イエス様とずっと一緒にいたいんだけど、イエス様今私たちの手の届かないところに行かれているので、で私たちはこの肉体というこの火星の中にいるので、ここでしか今存在できないですからね、のでイエス様と一緒になれない。でも私たちが死んだ時、私たちはこの火星から放たれる、ね、この時空間の縛りから放たれるので、私たちの魂は私たちの欲するところへ好きなように行けるんですよ。それが私たちにとってはイエス様なんですよ。そしてそのイエス様と一緒にいるという、永遠に一緒にいるという状態を私たちは天国と呼んでいるんです。そうじゃないですか、ね、ちょっと哲学的な今話しました、神学的な話しましたけどね、逆の言い方をします。イエス様を愛して、本気で心底愛していない人が、そのいわゆる天国という場所に行ったら生き地獄なんです。自分が本当に愛してない人と無理やり結婚させられて永遠に過ごさなきゃいけないんですよ。それを地獄と呼ぶんです。結婚した方、あ、なんでもないです、ね、考えてくださいよ。イエス様を本当に心の底から愛してない人が無理やり結婚させて永遠に一緒にいなきゃいけないんですよ。いやもう天国って言ったら、じゃあイエス様あの辺に行って、僕この隅っこの方でとかで、天国時空間ないですから、時空間の縛りから解放されてるんで、天国に近いも遠くもないんです。みんなイエス様のお隣なんです、ね、私はダメクリスチャンだからもう末席でとか思ってる方いたら、イエス様のお隣です、みんなお隣です。嬉しいですよね。時空間の縛りないんです、こは。そういうことなんですよ、天国に行くっていうのは。なんか天国に行くっていうと、その天国という場所があってそこに行くみたいな感じになるんですけど、そうじゃないんです。私たちはもう今イエス様と一緒になりたくてたまらないんだけれども、イエス様は天の地の神の右に座しておられて、それはその月ロケットでバーッと上に行ったらあるとかいう場所じゃなくって、私たちはこの3次元の時空間の中に縛られていて、そこに行けない、行きたくても。でもどうしても行きたいって言って、私たちがその死んでこの肉体から解放された時、魂は私たちの欲するところに行ける。だから私たち、うちに来る生徒に教えてるんです。あなたが心からイエス様を愛していなければ、天国に行くも行かないも、あなた自身が行きたくないから行ったら生き地獄だから行かない方がいいよ、いけないしみたいな。あの分かるように僕いろんな言い方をするんです、分かってくださいね。意地悪じゃないんです、パワハラじゃないんです。だけどね、
普通常識的に物言って分かってくださる方々じゃないんですよ、依存症の方たちって。だからいろいろね、どう言ったら分かるかなってあのところでいつも考えてるわけです。はい、それナンバーワンです。はい、次にあの誤解があるのは、依存症クリスチャンなんです、依存症なんですって人の多くが、神様っていうのはお祈りを聞いてくださる方だと思ってるんです。お祈り聞いてくださるんですよ、安心してくださいよ。はい、お祈り聞いてくださるんですよ。でも彼らの誤解は、その神様という存在はお祈りを聞くためにいる、イエスの御名によってって祈ったらそれをやってくれる、 それがこう神様の仕事みたいな、だからそれをしてくれないと誘惑を取り去ってくださいと神様にお祈りしたのに、神様は誘惑を取り去ってくださらないんですみたいな、俺神様のせいかよみたいなそこ責任転嫁すんなやみたいな、いや本当なんですよ、もうずっとお祈りをしてきたんですけれど、いえいえそれ祈りじゃないからみたいな。彼らの中ではその神様ってのは、そのだから自分のしてほしいことをしてくれる、それが神様、それをしてくれないんだったら愛されてないんだみたいな、いえいえ愛してるからみたいな、愛してるから甘やかさないんだから、誤解があるんですよね。で、それ私はなんでみんなそう考えるのかっていろいろ悩んで、どうやったら彼らに分かりやすく説明してあげられるかなっていつも思うんですけど、多分おそらくクリスチャンになる時、特に幼少期、子どもの時、信頼会社としてその聖書を学びとかする時に、確かに私たち教える側ってイエス様を信じたら天国に行けますよって言いますよね。ぜひ言ってあげてくださいよ大切なとこなんで本当ですから、はい、言ってあげてほしいんですけど、その説明の仕方ですよね、はい、なんかクリスチャンになったらっていうところがどうもそのこういうことをしたらクリスチャンになるみたいな、そういう感じに伝わっちゃって、それをそのまま信じちゃってる。あ、で日曜学校とかでもね、イエス様の皆によってってお祈りしたら神様は答えてくれるからって教えますよね。教えてくださいよ、子供の時の信仰って大切ですからね。ただそこから成長してないっていう感じなんですよね、はい、クリスチャン、私もそうだったんで、最初クリスチャンになった時に、クリスチャンになったらこうだこうだって言われて、それをそのまま信じてたわけです。でも私たちってクリスチャンとしてやっぱ成長しないといけない、霊的に成長していかないといけない、成熟したクリスチャンになっていかないといけない。その中でそこがこう欠けてるっていうんですかね、依存症になるクリスチャン、はい、何が欠けてるかって言ったら、その理解が、はい、確かに神様お祈り聞いてくださいますよ、お祈りに応えてくださいます、皆さんそういう証いっぱいあるじゃないですか、お祈りをしたら神様こうやって答えてくれたっていう、でもそのためにクリスチャンになったんじゃないですよね、はい、自分のお願い事を聞いてもらうためにクリスチャンになったんじゃないですよね、お祈りを聞いてくれるから私はクリスチャンを続けますじゃないですよね。あ、彼らの理解ってなんかサンタクロースなんですよ、いい子にしていたら年末サンタが願ったものを持ってきてくれるみたい、だから僕も教会に通い続けよう、いい子にしてたら神様がお祈りを聞いてくれて僕の願いを叶えてくれるみたいな、あ、叶えてくれないから神様僕愛してないみたいな、もう教会行きませんみたいな、あの楽器なんですよ本当に、大きな子供天国に行くってことに関してもそのこれとこれがやったら天国行けるんだよねって、そしたらもう好きなことやって最後の最後に急がなさいって言ったら天国行けるよねみたいな、こうものすごいその短絡的な子供の発想になっちゃってる。いやもっと深い理解が必要だよっていう、あのそれはだから私たちクリスチャンにとってのチャレンジなんだと思います。私たちがその自分たちが信じてること正しいんですよ、イエス様信じたら天国行けます、はい、神様にお祈りしたらイエス様の皆によってってお祈りしたら神様聞いてくださいます、だけどそこまで単純な、はい、ことではない、もうちょっと深い、はい、あの説明が必要っていう、あのそれを私たちクリスチャンがやっぱ心がけていかないと、あの教会に来ていてなんかクリスチャンのように見えていて、あの外見でやることは全部やってるんだけど、そのクリスチャンとしての理解がすごく子供のままっていうことがやっぱ起こりうるんだな、もうあの日々びっくりして怖いってぐらいです。そうならないために、じゃあその今言った2つネガティブなこと言いましたんでね、その僕たちがクリスチャンにじゃなるっていうことがどういうことなのか、イエス様を信じるっていうのはどういうことなのか、何が大切なのかって言ったら、そのもう皆さん絶対分かってると思いますけど、イエス様を愛してるっていうことなんですよね。そこからそれたまたまそうだよね、単純なことだよね、真理だよねって、でもそれもその
もうちょっと深く今掘り下げたいんです。イエス様愛してるって、もう皆さんイエス様愛してるのは分かってます。皆さんイエス様愛してるからここにいるし、皆さんイエス様愛してるからあの賛美をしているし、皆さん愛してるから僕に献金、あ違う、あの教会に献金してくださるし、あのもうね分かってるんですよ。分かってるんですけど、そこもう一歩掘り下げたい、ね、この愛っていうもの、そのこの私たちがイエス様愛していった時に気をつけないと、私たちがその御言葉を愛してますとか聖書を読みますとか、あの神様愛してるからお祈りをして神様と会話しますとか、神様愛してるから神様賛美しますっていう、そのいわゆるこの教会でやる活動プログラム、毎日のルーティーン、そこでになってはいけない、そこで終わっていてはいけないということです。大切ですよ、もちろん教会来てくださいね、はい、でもそこで終わってはいけない、それだけになってはいけない、それがメインになってはいけない。この愛ってもっとこう強いもの、感情だけじゃないですよ、感情の部分ありますけれども、でもそれがもっと強いもの、それをこう誰かが何か愛してたらそれ見てわかるじゃないですか。この人車愛してるなとかね、ね、あのこの人あのスポーツ愛してるなとかって見てわかるじゃないですか。そういうものなんですよ、こう伝わってくるものっていうのがある、愛してると、はい、あの本当にそのこう言い方をするとなんか教会とか教会の礼拝プログラムをこうバカにしてるように聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、そうじゃないということを理解しておいて聞いてくださいね。時々私やっぱ思うんです、その私たちがする神様の礼拝賛美っていうもの、その誰かが前に立って導くからするもので、でそこだけで終わってはいけないっていう、ね、音楽が止まったから僕の賛美も止まりました、いや音楽が止まっても止まらないのが本当の賛美じゃないのっていう、ね、分かっていただけます。礼拝賛美バカにしてるわけじゃないんですよ、でもその分かっていただくためにちょっときつい言い方をしますね。今日賛美出ましたよね、皆さん自分が歌っていた賛美を本当に本当によく見て 聞いてというか発音してそれをするぞって本当に思われましたか。気をつけてないとオートパイロット、あこの賛美また先週もこの曲だったよね、あこの曲ノリがいいからね、もう目つぶって見なくても歌えちゃうルルルっていうね、歌えちゃうんですよね。あの今日のなんかちょっと懐かしい賛美なんですよね、あのね、でも今日私が見ていたらひざまずくって言葉がありましたよね、膝をかがめってありましたよね、でも誰も膝をかがめてなかったですよね。 それ気づかれてますか皆さん、うん、あ気づかれてるんだったらいいですよ、はい、僕も気づいてました、僕も別に膝をかがめてませんでした、でも僕は賛美しながらここ膝をかがめって書いてあるけど俺は膝をかがめてないなって分かりながら歌っていました、ひざまずいてって言ったけど僕ひざまずいてないよねって思いながらね、その場所的にねとか賛美してるうちにいきなりみんながさーっとひざまずいたらちょっとカルトっぽくてね、それはなんかちょっと賛美リーダー引くじゃないですか、わかるんですよ、わかるんですけど、言ってる意味は賛美がオートパイロットになってはいけない、僕たちできちゃいますから、もうクリスチャンね何年かやってたらもう賛美全部覚えてる、リズム分かってる、もうなんか修法とかパラパラ見ながらでも口で口ずさめちゃうんですよ、他のことしながら、神様に本気でここに書いてあること自分はそうやって決心してるんだっていう思い、やっぱりどこかで持っておかないと、あの皆さんの賛美が本当に上辺だけのものになってしまう。私はよくそこに書いてある言葉、俺これしてるかなとかってこう再確認しながら賛美します。時々だから歌わない時あります、これ今俺歌えんわっていう、これ歌う資格ないわ、これ言っても俺実行しないもん、しないって自分で分かってるもん、それ言うの失礼だもん、なんでクリスチャンとして教会に行って聖書でお祈りして、奉仕もして献金もしてる人が依存症になっちゃうんでしょうか。それ考えた時にその信仰イエス様を愛するっていうことがその形だけのものは形骸化しちゃってるんですよ、本気じゃないんですよ、神学は全部知ってるんですよ、一応頭では分かってるんですよ、でも実行しないです、実行したいというこのドライブ愛ですよね、イエス様大好きっていう、あの皆さん聖書ね当然読まれてると思いますけど、聖書読むときにこの何ていうんですかね、エキサイティングだっていう、その先生がいいメッセージをするからエキサイティング、あ先生いいメッセージしてますって言ったらね、エキサイティングだと思うんですけど、月曜日ださ、ね、聖書読みたいと思って目覚めますね、僕朝早く起きたいって思うんですよ、早く聖書が読みたい、みんなが家の人が起き出す前に聖書読めるとうるさくなっちゃうから早く起きたいって思うんです、ね、
で聖書読んでる時でときめきます。この間あの、面白い方なんであって、その方はその収納アドバイザーっていうあの物をそのゴミ屋敷じゃないですけどこう片付けられた人っていますよね。そういう人たちにどうやって物をその取捨選択して断捨離するかを教えるそういう資格があるらしいんです。今はすごい時代になりましたよね。でその方にそのじゃあどうやってその物を捨てれないっていう人にその捨て どれを残してどれ捨てるってやるんですかって言ったら、その物に手を置いてときめいたら残すはぁーとかって思いました。皆さん ときめいてます。聖書持つとき、ね、聖書でページめくるときときめいてますか？それともあの一週間を切ったとかねまずいですよ ときめかなきゃ。僕朝早く読みたいと思うし、夜逆に読みたくないっていうか、あの開くともうなんかのめり込んじゃってちょっとずるずるずる時間が経つから、夜はできるだけこうね、夜読まない朝よ。皆さん聖書読まれる時ってそのこれってあのチェックできないんですよ。出席はねまるでチェックできますけどね、その賛美どういう気持ちで立ってる、聖書を読む時どういうふうに読んでるか、自分しか知らないじゃないですか。外からチェックできない、それがイエス様の愛なんですよ。だからこれあの本当自分でしか分からない神様、神様をどれだけ愛してるかって自分にしか分からない、神様にしか分からない、神様のあなたと間のこと、でもそこが一番大切なとこなんですよ。その外から見える宗教行事を一生懸命やることではなくって、あの皆さんイエス様のことで感動しますかね。イエス様を思い出して感動します。イエス様のこと考えて感動しますか。イエス様のこと考えてイエス様のこと話し出したらこう止まらなくなりますかっていう、あの僕もそっちの依存症なんですよねイエス様のこと話し出すと顔がにんまりしてもうなんか、まあ、汗とか唾とか飛びまくってもう止まんない、もうイエス様のこと話したくてたまんないっていう、ね、イエス様のことバカにされて腹立ちますちゃんと、ねね、イエス様愛してるんでね、その昔いた人じゃないんで、ストーリーじゃないんで、映画じゃないんで、知ってる方なんで、愛してるんで腹が立つんですよ、ね、イエス様はバカに、イエス様の救いをないがしろにしてる人を見るとこうね、僕たち今日歌いましたよね、イエス様の、ね、救いがあがないがあって許しがあって、ね、大切なんですよ、ね、あの最近ねあのイエス様が友達だっていうことを強調するキリスト教のねそういうこう風潮が強くなってきて、すごくそういうところがこうラフになってきてる、まあ、それで救われる人もいるからいいのかなと思う反面、でも僕なんかはその若い方でねこう証しするときに、ジーザスがさ俺が罪を犯したときもういいよって言ってくれたんだよねみたいな、ああいう証し腹が立つんですよ救われたから本当は喜ぶべきなんだと思うんですけど腹が立つんです。そのさ、そのジーザスがさとかお前にそういうこと言われる筋合いないしみたいな腹が立つんですよ。お前それジーザスがもういいよって言ってくれてる、そのもういいよの一言のためにイエス様がどれだけ苦しいのか分かってんって言ってんだよねそれっていうね、腹が立つんですよ。救いがタダだなんてデタラメ誰が教えたんだって、タダなわけないだろうって、イエス様がご自分の命で支払ってくださって僕らが一文も払わなくてよくなったからただに感じてるんですよね僕たちですよね。ただじゃないですよ、ただのものなんかないですよ、ただだと思うからおろそかにするんですよ。駅で配ってくれたティッシュなんか誰も大切にしないでしょ、感謝もしないでしょ、またティッシュかみたいなね。ただだと思うからおろそかになるんですよ、ね、そういうそのイエス様、みんながイエス様愛してるのが分かってます、ね、でもその本気っていうところ、ね、ガチで、ね、うん、イエス様に愛して本気に、ね、イエス様に愛して本気になったら本気で腹が立つと思う、本気で悲しくなると思う、泣けてくると、イエス様この日本のこの状態、ね、合わせる顔がないって僕思っちゃうんですよ。イエス様まだ来ないでって僕イエス様の前に立って、それで木崎君は、20何年伝道したんだっけみたいな、それがですねみたいな、まだ会いたくない、会いたいんですよ、会いたいんですけど、会った時に僕いろんなことを報告する義務を負ってるところに書いてあるんで、その報告義務を果たせる自信がまだないんですよ。イエス様の前でなんかこうやりたくないじゃないですか、胸張りたいじゃないですか、そうじゃありません、
天国の片隅でいいやとかあんなんなのノーノーノーイエスタイムで会ってね会いたいって そういう皆さんも皆さんの絶対その思い持ってくださってると思います、ね、ですからここにおられると思います。でも時に僕たちたちが気をつけないと、その司会者が皆さん立ってと言うから立ち、先生が私の後に続いてと言うから言い、ね、ここに書いてあるものをザーンってオートパイロットで座ってなんかいい話を聞いてノート取って、 それは、宗教儀式になりかねない。それは救いではない。それはイエス様がないではない。はい、その形の一つとしてありですよ。だけどそれがそれではない、ね、でぜひその今朝、皆さん聖霊様皆さんに触れてくださっているのが分かりますので、ぜひその部分をもう一度燃え立たせていただきたい。ないわけじゃないんですよ。で分かります。人が増えたら、ね、ある程度いろんなものをオーガナイズしなきゃいけない、ね、始まる時間決めて終わる時間決めなきゃいけない。ある程度長いこと続けようと思ったらシステム化してなきゃいけない、ね、ルーティンが出る、マンネリ化する、それは分かります。そういうものなんです。でもその中でその一番大切なものを忘れないで持ち続けて、時々それを燃え立たしていかないと、僕たちのその信じてイエス様信じるっていうことはすごく上辺の宗教的な意識的なものになってしまうです。アメン。お祈りをさせてください。愛する愛する天の父様、あなたは皆を心から褒めます。イエス様、私たちはあなたが大好きです。もう好きで好きでしょうがありません。本当にあなたと一緒にいたいです。本当にあなたの言うことを聞きたいです。あなたの言う通りに行きたいです。あなたの御心をこの地上でこの日本で実行したいです。イエス様、私たち本当にあなたに仕えていきたいです。本当にそれ以外に私たちはしたいことはありません。そのことはあなたご存知です。聖霊様、あなたが私たちをそれをするのを助けてくださることありがとうございます。今も私たち一人一人触れてくださっていることありがとうございます。聖霊様、今どうぞ本当にあなたが触れてくださって、一人一人触れてくださって、あなたにしかできないことをしてください。私たちの心に触れて、あなたへの愛をもう一度燃え立たせてください。もう一度燃え立たせてください。私たちが持っていたそのあなたへの愛を燃え立たせてください。礼拝会の中だけで見せるものではなくて、本当に月曜日から土曜日まで私たちが本当にあなたを愛している、本当にあなたと一緒にいたい、本当にあなたを賛美して、あなたの御言葉にエキサイトして、それを実行して、そういうクリスチャンライフ、生き生きしたクリスチャンライフを送れるように、あなたの愛をもう一度燃えたらしか聖霊様触れてください。お願いします。お願いします。どうぞそれぞれ皆さんそれぞれのお言葉で、自分の言葉でお祈りしていただいて結構ですよ。お願いします。